が私の家。武器もあるし、タイムってことはやっぱり異世界か。これはお金みたいなものかな。自給自足といっても生活必需品を買うお金は必要だし、遠慮なくいただきます。レル1、本当に魔女だったん。転生ボーナスのことは黙っとこう。とにかくダラダラと過ごし、寝たいだけ寝て、畑の手入れもやって、体を動かしたいときはスライムを倒す。毎日最低25体は倒すことにしている。ちょっとはレベルも上がってるか。おかげですっかり守り神的な、この強さが知れ渡ってどんどん有名な魔女になってしまった。ステータスはいわば個人情報です。あなただって胸の大きさを広められたくはない。ジーン、とにかく私はひっそりと静かに暮らしたいんで。毎日スライムを倒したくらいであんな数値に。ジタッと、いてつかせよ。回答は火炎魔法を使えばいいし。細々と暮らしてる魔女ですよ。私なんかと戦って何の意味が。私の実力はせいぜいレベル10、いやレベル3ぐらい。貢献があります。私が勝ったら高原の魔女は大したことなかったと言って回りなさい。私はできる。はじめ。力比べに来たとか言いませんよね。話が早いな。どこまで噂広がってるんだよ。せめて猛烈に迷惑。嫌ですと言った。余裕で弱かったら手加減してくだ。恐ろしいドラゴンから村を守ってくれた魔女様です。どうかご自由にお使いください。この村には魔女様に助けられた人がいっぱいいるんですよ。やっぱりここのオムレツは最高ですね。どこかでお会いしましたっけ。あ、この姿でお目にかかるのは初めてですね。心構えは美しいけど、私は特殊な訓練で強くなったわけじゃな。住み込みか。ということは料理作ってくれたり掃除してくれたりもするにしても、二人で住むとなると手狭かなと思って。増設した方がいいかな。あなたは建築士じゃないでしょ。よし。